海上自衛隊の、も、がみ、片護衛艦に、垂直発射システム、VLS の搭載が確定した。今回は、も、がみ型護衛艦に追加される装備品の VSL 魔改造について、詳しく見ていきましょう。新型 FFM についても、大型かつ複数の VLS を搭載予定で、それには、防空戦を意味する新たな艦首記号が与えられたことから、日本の防衛力に大きな変化が起きていますね。海上自衛隊で配備中の、も、がみ、片護衛艦において、後日装備とされていた艦対空ミサイルなどを発射可能な垂直発射システム VLS に予算がつき、すでに収益している艦及び計画中の艦も含めた12隻すべてに対して、2028年度までに搭載されることが明らかとなった。これまでは、も、がみ、片護衛艦への VLS 搭載に関する予定などが明らかにされておらず、2024年3月6日に実施された海自トップの酒井海上幕僚の記者会見において、もがみ型護衛艦の VLS 装備は、後日装備ということで建造を進めてきた。後日装備ということは、文字通り、将来的に装備するということであり、将来的に適切な時期に装備を予定しており、これは、決して、何らかの理由によって遅れているものではない、と述べており、あくまでも装備できない、何らかの要因が発生しているわけではないと、弁明した。さらに、もがみ型の VLS 装置は、2023年度予算において、すでに調達済みであり、その装備が、部隊運用に影響を及ぼさないことを考慮し、適切な時期で確実に実施していくことを前提に、当初からの計画通りの防空、対空能力を備えた艦艇になると認識していることを語っていた。そこで、防衛省が2023年度予算において、もっがみ型護衛艦10隻分に、VLS のマーク41を装備するための整備費用として、実際に787億円を計上したことを明らかにした。防衛省が公表している契約関連資料を見てみると、もっがみ型護衛艦10隻分のマーク41、調達予算は2025年度に3隻分、2026年度では4隻分、2028年度に残り、3隻分の VLS が発注されるようになっていて、それぞれ VLS をライセンス生産している三菱重工業から納入される予定で進められており、2025年度に計画されている11番艦及び12番艦には建造当初から VLS が装備される予定だ。三菱重工業は日本国内で唯一アメリカ政府の認可の下でマーク41の製造企業であるアメリカのロッキード・マーチンと技術援助契約を締結した上で、武器等製造法に基づくライセンス生産の許可を受けた軍需企業である。マーク41とは、現在の西側諸国で最も多く運用されている垂直発射装置であり、これまでに11カ国の海軍で16クラス173隻の艦艇に搭載されて運用されている兵器だ。この VLS は弾薬庫が発射機を兼ねているほか、マーク41固有の特徴として、複数種類のミサイルを同時並行で収容しつつ、任意のミサイルを迅速に発射可能としたことから、複合的な脅威への対応能力を有し、1秒間に1発のペースでミサイルを発射することができる。それから、ミサイル1発あたりのコストは、旧式のマーク26の半分程度であるほか、省力性にも富んでおり、米海軍のミサイル巡洋艦、タイコンデロガ級では、マーク26搭載艦の操作要員として11名を必要としていたが、マーク41搭載艦では8名に減っていた。もがみ片護衛艦は海上自衛隊として過去に類を見ない FFM という新しい艦首記号が与えられた。諸外国の海軍においてもがみ片護衛艦と同程度のサイズの水上戦闘艦艇はフリゲートと呼ばれ、その艦首記号はFF であるが、もが、み型は、多機能性、マルチパーパスが求められていることから、その頭文字の、M、と、対機雷戦能力が追加されたことによって、機雷、マインの、M、が付加されて、FFM、という独特の艦首記号となった。
この FFM に対機雷戦能力が導入された理由は、近年における日本周辺を取り巻く国際情勢の変化が背景にあり、第二次世界大戦までのような主要国間の大規模武力紛争が発生する可能性の低下と、太平洋戦争時に日本近海で敷設された機雷の掃海が進んだことなどを受けて、海上自衛隊における掃海部隊の規模縮小が検討され始めたことにある。さらに、ここ数年の著しい中国海軍の増強によって、これまでのロシアによる北方の脅威から、沖縄本島を含む南西諸島への防衛に目が向くようになり、当初を占領された場合の奪還作戦を展開するための水陸両用作戦に関して、掃海部隊が所掌するようになった。そのため、掃海艇の削減によって、掃海部隊が縮小後も水陸両用作戦場において、所要の対機雷戦能力を担保する必要が生じ、当初戦に際して、対機雷戦を含む水陸両用作戦を遂行する艦艇として、モッガミ、片越え艦の名前が浮上した。その対機雷戦を実行するために、モガミ型、護衛艦には対機雷戦ソナーシステム、OQQ11 が備えられるほか、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV の運用能力なども付与された。モガミ、片越え艦には、設計段階において、VLS としてマーク41が16セル搭載される予定だったが、昨今の情勢の変化でようやく搭載される予算が付けられた状況であり、現時点では VLS を持ってないフリゲートである。そのため、現在のオーストラリア海軍が保有している水上戦闘艦の見直しをする中で、11隻を新造する計画の次期フリゲートの候補として、モガミ、片越え艦が有力視されている情報が伝わっていたが、国際社会の軍事評論家の間では、モッガミ、片越え艦に VLS が搭載されていないことから、防空能力に隙ができると指摘されていた。現時点で、モガミ、片越え艦に VLS が搭載されていないことに関して、日本政府や防衛省による説明が不足していることから、今後も VLS が装備されることはないといった誤解を招いている。実際に、防衛省が、モガミ、片越え艦10隻分の VLS などの整備費用として787億円を計上したことについて、海外での周知がうまく広がっておらず、これらの誤解によって、近い将来の日本の国益が損なわれる可能性があると危惧されており、今後 VLS が搭載されることに関して徹底的にアピールすべきである。この、モガミ、片越え艦に、16セルの VLS を搭載した後、それらに艦対空ミサイルを搭載する計画は開示になく、07式垂直発射魚雷投射ロケットのみを搭載し、FFM に艦対防空を担当させる運用はしない方針が打ち出された。防衛省では、当初、モガミ、片越え艦を22隻建造する計画だったが、2023年1月25日に、新型 FFM に係る企画提案契約の参加希望者募集要領を公示し、モガミ型、護衛艦の建造は12隻で終わらせて、さらに、新型の FFM を10隻建造すると発表した。8月31日には、新型 FFM が、プラス2隻の12隻建造されると公表され、2024年度計画から6年間で、毎年2隻ずつを建造するとして、防衛省では、1番艦と2番艦の建造費として1747億円を要求している。この新型 FFM は、モッガミ、型の基準排水量3900トンから4880トン前後にまで増加されており、全長も、モッガミ型の 133.0m から約 142m へと 10m 近く大きくなっている。この艦からだ規模は、海熟知艦とされる、ムラサメ、型の基準排水量4550トンや、高波、型艦の基準排水量4650トンを上回ることになり、FFM ながら、汎用護衛艦、DD よりも大型艦となる。ウインチ 127mm 砲1門短距離艦対空ミサイル、シーラム、
ランチャー1機、ヒトナ、ナシ機関対艦誘導弾4連装発射筒2機、324mm3 連装単魚雷発射艦に、マーク41、VLS32 セルで、これらの構成ハモが、味方と同等ながら、VLS は倍となるのだ。この、モガミ、片護衛艦が、必ず台湾有事で活躍することは絶対的なものであり、中国の脅威となる存在としても、日本の抑止力強化となるでしょう。